どうも、こんばんは。こんにちは。おはようございます。大島康之と申します。えー、このチャンネルでは映画やドラマの考察やレビューを行っているんですけれども、今回は Believers という映画について紹介していきたいと思います。いやー、日本のですね、 え、漫画を実写映画にドラマにする人たちはですね、え、このビリーバーズの爪の赤を煎じて飲めというぐらいですね、え、漫画の実写化としてもうこれは最高中の最高100点満点というえー出来でございました。素晴らしかったですね。え、で、話としてはですね、カルト教団からえー無人島に送り込まれた3人の男女がえーどんどん狂っていくというだけのえー話なんですけれども、いやー、これ原作の漫画僕もともと好きで、え、この映画化が発表された時からすっごい楽しみにしていたんですけれども、え、ー 期待を全く裏切ることなく超えてきたという、すごいね、心高い作品なので、たくさんの人に見てほしいんですけれども、まあ、えー、宗教の話苦手っていうね、まあ、トラウマとかある方とか気をつけてほしいですね。結構リアルに描かれてる部分もあるので、まあ、誇張されてる部分もありますけれども、えー、でそれから、エロに関しては、えー、かなり生々しい胸糞ポイントが、えー、結構ありますので、えー、そういった体制がない方は注意してほしいんですけれども、えー、とにかく刺激的なものが見たいとか、えー、しっかり作られた日本映画が見たいという方はですね、えー、すぐに劇場に 行って見て欲しいいなと思え、で、設定としてはですね、ニコニコ人生センターというですね、え、まあ、かなり明確にオウム真理教を連想させるような宗教団体がありまして、え、そこからですね、精神修行実験という孤島のプログラムという、え、のに3人の人が選ばれまして、送り込まれてるんですね。え、で、無人島に送り込まれてて、え、そこで、え、外界の属世間からの情報とか、ものとかを遮断して、生活をしなければいけないという実験をさせられていますと。でまあ 本人たちの希望でもあると思うんですけれども、えー、で、お互いのことをですね、多分名前は知らなくて、えー、役職で呼び合ってるんですね。えー、で、議長、副議長、オペレーターというですね、三人の役職で、えー、名前を呼び合ってる人たちが、えー、議長さんは宇野昌平さん、そして副議長さんが、この方は僕すいません、不勉強ながら初めて存じ上げたんですけれども、北村結衣さんという方、えー、そしてオペレーターが磯村隼人さんですね、えー、この三人の共同生活が描かれていくんですけれども、うん、やっぱりやることがないんですね。えー、で、自給自足に近い形で、えー、で、送られてくる 食料みたいなのは食べていいんですけれども、それも本当にごくわずかな量しかないと。で、つまり、彼らの精神状態を追い込むっていうことが実験自体のまあ一つの意図であるわけなので、それは当然なんですけれども、えー、その追い込まれてるかつ暇な状況の中で、えー、だんだんとおかしくなっていくと。で、えー、送られてきたですね、えー、これ食えるのかみたいな怪しいものが、えー、教団の本部からその島に送られてきて、えー、それをですね、議長さん、宇野昌平さんが、まあ、あ食える食えるみたいな感じで食べてしまって、えー、で、お腹を壊してしまうんですね。で、えー でその残りの二人が、えー、じゃあ海になんか取りに行きますよ、みたいなことを言って、えー、北村結衣さんと磯村隼人さん、副議長とオペレーターがですね、海に行っているときに、 ちょっとイチャイチャしてしまうんですね。えー、隠れてですね。で、もちろん、こういった教団ですから、性的な、えー、交わりっていうのは完全に否定されているんですけれども、えー、それに議長さんが気づいてしまってというですね、えー、力関係がどんどん、えー、ぐるぐるとおかしな方向に行くという話ですね。でね、映画化が発表された段階から原作ファンは、え、これどこまでやるのみたいな、えー、ことを思っていたわけです。というのはですね、この原作者の山本直樹さんという、えー、漫画家の方がですね、非常にエロ エロい漫画を描くことで有名なんですね。で、えー、日本で一番エロい漫画を描く人です。そして、えー、エロい漫画を描く人の中で一番有名な人でもあります。そして、えー、一番問題を起こしている人でもあるという、えー。ある意味ですね、表現の自由の、えー、フロンティアをね、行き続けてる人という。えー、まあ、生きながらにして、えー、もう伝説になっているような人ですね。えー、そして。 ジョージョー・ヒデオ監督、この監督はですね、最近でこそメジャーなですね、レイティングしてない作品も撮るようになってきましたけれども、もともとはですね、ピンク映画、ポルノ映画をですね、オリジナルビデオも含めて100本以上ですね、撮ってきた監督なわけです。つまり、濡れ場を撮ろうと思えばですね、逃げも隠れもせずに堂々と撮れますぜという完全な婦人なわけなので、え、これ、 公開されるとして、じゃあどうなるのっていうことを非常にみんな不安視していたわけです。つまり、えー、そこちゃんとやんないんだったら、もう別にわざわざ映画にしなくていいよ、ぐらいの、えー、感覚が原作ファンとしてはあったわけなんですけれども、ほぼやってますねっていう、おいどうしたっていう、えー、ちゃんと、えー、これほど原作に忠実な、えー、漫画の実写化っていうのは、別にエロいとかエロくないとか関係なく、なかなかないよねっていうレベルで、えー、しっかりやってくれていましたね。 え、で、このジョージョ監督はですね、まあ、最近でこそ、えー、割と、まあ、私の奴隷になりなさいのシリーズから、え、ちょっとメジャーな、え、ランクになったかなっていう感じなんですけれども、それ以降、性の劇役、アルプススタンドの端の方、えー、とか、まあ、猫は逃げた、え、女子高生に殺されたいとかはですね、え、メジャーに公開されるようになっていきましたけれども、で、ビリーバーズで、え、やはりですね、え、原点に戻ったというような、え、感覚がありますね。で、何よりすごいのが、やっぱり北村ゆいさんと磯村隼人さんの、ま、絡みですね。え、で、この北村ゆいさん という方はですね、本当に NG が全然ないのかっていうぐらい、ま、すべてのことをやってくれていまして、えー、ま、ちょっとですね、原作、特に山本直樹ファンとしては、ちょっと違うなと思った部分が本当に唯一あるとするならばですけれども、え、山本直樹さんは結構ロリコン系のエロ漫画を描かれる方なので、えー、この北村優衣さんは、ちょっとふくよかかなと、ちょっとバスト大きいなというところが、人選としてはね、意外なところではあったんですけれども、なんかね、でも、 その生々しいんだけれども、汚らしくならないっていう、うん、山本直樹イズみたいなものはしっかりですね、えー、表現してくれていて、素晴らしいなと思いました。えー、本当にね、えー、今後の女優人生、 えー、をかけているというか、ま、のようでいて、インタビューとかの映像とかを見ると、えー、かなりあっけらかんと話されているので、えー、どういったね、覚悟っていうほどのことでもない、当たり前の演技としてやっているというような、えー、ところがあるんですけれども、えー、すげえなと思いました。この方、特にすごいですね。えー、そして、宇野昌平さんも狂っていく演技、もうやらせたら、もう間違いないですね。えー、宇野の平さんの再評価っていうかですね、えー、宇野し平さんも、これ以上売れれないぐらい売れてますけれども、ここからもっと売れていくんじゃないかという作品にもなると思います。 しやっぱり磯村隼人さんも、まあ、イケメンなんだけどイケメンであるということはもう関係ないというぐらい演技とあと肉体作りですね減量、えー、をすごいしてるなっていうことがわ、えー、かりやすいですねでこのカルト教団の、ね、独特の罰がありまして、えー、陰無ですねらな夢とかを見てしまった時にそれを告白しなければいけないんですで3人の中で告白してで自分への罰として自分で穴を掘って腰まで穴に埋まって一晩過ごすっていう罰をね、えー、自分でやるまあ笑 やっちゃうんですけど、でもこの3人が大真面目にやってるから、えー、本当にこういう宗教があったら、えー、自分もこの場にいたらもしかしたらやってしまうかもしれないと思わせるようなリアリティが3人の演技からしっかり醸し出されているんですね。うん で、やっぱり今のね、紹介の仕方だと、濡れ場が見どころみたいな、まあ、ロマンポルノとかピンク映画とかの、えー、現代への、こう、再復活、リブート、えー、という形で、えー、紹介してしまってるようにもなっちゃってるし、まあそういった目線で見るのももちろん、えー、すごいいいと思うんですけれども、この原作の山本直樹さんっていう方は、えー、エロにすごく興味がある方です。で、エロで表現をすごいされている方でもあるんですけど、あのね、宗教、カルト宗教っていう要素も、やっぱり一個の関心事として、 あるんだよねっていうところですね。で、まあもちろんくしくもですね、えー、現在、えー、カルト教団が再び注目される時代になってしまいましたけれども、そういったものとは関係なくですね、えー、ずっとその閉鎖的な、 人間の集まりっていうものを描いてきた人なんですよね。で、えっと、元々ですね、1991年にブルーという作品で、えー、東京都の条例で有害コミック指定されてしまって、えー、その漫画が回収されるというですね、大騒ぎがありまして、えー、そこからエロに関しての表現論争というのにまで発展したんですね。で、改めて成人向けコミックとして再出版されたという、えー、流れがあるんですけれども、その次に書かれた、これ代表作なんですけど、ありがとうという作品でもっとやばいことをやってるっていう、えー、つまり、まあ 社会からの規制に対してそれに迎合したり自分を変えたりするようなつもりは毛頭ないというタイプの方ですねでかといって崇高なことを書いてるっていうようなプライドがあるかっていうとご自身の発言の中で俺はエロ漫画家だからとかこれからエロ漫画しか描かないとか言っていてまあある種開き直ってるというかエロをですね別に低いものとして見てないっていうところがこの山本直樹さんにはありますでその、まあ、後に2000年に書かれたのがこのビリーバーズという作品なんですけれどもこれは単行本でも全2巻で終わってしまい。 ましてその後に書いた超大作がですね、レッドという作品なんですね。で、このビリーバーズは、多分時期的におそらく、まあ、オウムを意識して書かれたとは思うんですけれども、そのレッドはですね、時代を遡りまして、学生運動の時代に過激なことをしていた人たちですけれども、このまあ、学生運動っていうのはですね、山本直樹さん自身も世代ではないんですけれども、調べていくうちに面白いなと思って、このカルト教団を描いた後の作品として、さらに閉鎖的な、現実に合った閉鎖的な世界を描こうということで、レッドは 本当にこれ、日本赤軍のメンバーの人たちの実名とかですね、青年月日とか死んでしまった年月とかもですね、しっかり本当に実力として描かれていまして、もう歴史の本としてすごく優秀なんですけれども、やはりその閉鎖的なルールとか、社会の中で狂っていってしまう人を描いているという意味で言うと、<laughs> ビリーバーズと完全に共通しているテーマなんですね。うん。 で、まあ、その後に書いたですね、2018年の田舎という作品も、またですね、東京都の、えー、不健全図書指定を受けてしまったりとか、あと、アマゾンで、規約違反の扱いを受けてしまって、取り扱いが一旦中止になって、えー、しまうとかね、そういう騒動も、えー、あったりしたんですけれども、この時の、えー、確か東京都の、その審議委員のコメントだったと思うんですけど、えー、たくさんの人、多分20人ぐらいのね、コメントがバーって、えー、調べたら出てくるんで、ぜひ、えー、見てほしいんですけど、このコメントがね、非常に面白くてですね、えー、画力が半端ない、 えので。 エロいと捉えてやむなしみたいな。え、有害と捉えてやむなしみたいな。え、非常に序章的であるとか、え、その、え、まあ、こういう部分はいいんだけれども、こういう部分からして、ちょっと有害と言わざるを得ないけどいい作品だよねみたいなことを、え、ちゃんとですね、え、審査の委員の方がですね、え、みんなちゃんと読んでコメントしてくれてるっていうところがね、え、有名なんですけれども、え、そういった作品ですね。え、なので、曲げることは一切しないと。でなんならこう、自分の持ったテーマを突き詰めていくというタイプ。 の人で今回もですね教祖の役として山本直樹さんご本人が出演されていましてこの映画にも山本さんご自身かなり好意的に見てるんじゃないかなと思える感じですねで原作ファンとしても基本的にはみんな諸手を挙げて万歳という感じでこういった実写化ならぜひ今後もやってほしいよねというところですねで、まあ、予告にも出てるので言っちゃいますけど終盤ですねその教団のメンバーがその無人島にとある理由から上陸してくるんですけれどもそこで結構エキストラ ぽい感じの、えー、モブキャラがいっぱい出てくるんですけど、えー、その人たちもね、笑顔の作り方から何からみんな完璧で、えー、主演の3人はもちろんのことですね、えー、俳優さんに本当にダメな人が一人も映ってないというふうに僕は思いました。 え、すごいな。これは誰の力なんだろうというぐらい。えー、ちょっとびっくりしましたね。まあ、とはいえ、主演の3人だけのシーンがほとんどなんですけれども、えー、このお三方実力すごくありますので、まあ、えー、定点の長回しでも全然見、見せられるかなと思うような3人だし、まあ、そのぐらい演技すごい、今回も力入ってるんですけれども、あのー、すごくね、カメラで遊ぶんですよ。えー、ぐるぐるカメラを回したりとかですね、え、カットをパッパと割ったりとかですね、この会話はこのぐらいの没入感で行われてますとか、えー、この会話をしてるときにこの人たちの頭は今 ぐらいいいググラララししててててますすとととかかかっっううここをカメでで表現してるっていうところがジ、えー、ジョジョさんんのの、えー、仕事なのか分かんないですけれども、えー、全くですね、えー、定点で撮ってしまえばいいところを全く手を抜かずに撮影も頑張ってるというところが、えー、非常に面白いなと思います。で、多分ね、これ無人島みたいなところで撮ってるし、撮影の日数とかもですね、そんなに必要ないので、あのー、変な話、予算はそんなかかってないと思うんですけど、えー、今後もですね、えー、配信とかで見られたりとか、再、えー、上映とかね、い、え、ろ、ー、んなところでさ たりとかもしそうなぐらいですね、えー、映画でしか見れないものが見れるということで なんか、えー、すごく作り方がすごい賢いな、というふうに思いました。うん。でいて、強固な原作が元になっているので、まあ、ただの、ロワク趣味に走っているわけではない、えー、見れる作品になってるな、というところも、えー、含めて、えー、プロデューサーの功績っていうのもすごく大きいんじゃないかな、と思いますね。うん。あと、まあ、押村区はですね、その、えー、やっぱ山本直樹さんの作品は、ロリ系なので、ちょっと、えー、胸がですね、えー、小さい方がすごく女性のキャラとしては多いんですけれども、今回の北村優衣さんが胸が大きかったのが、ちょっと違うかな、っていうところが、え、一個と、あとはですね、 あの北村英さんやっぱね、ちょっとね、えー、他の二人、男性陣二人がですね、どんどん顔がボロボロになって汚れて日焼けしていくのに対して、ちょっとね、えー、肌が白すぎるとか、えー、髪がですね、整ってるなっていうところとかは、もっと見出してもよかったんじゃないかなというところは、押、えー、しムラくはあるかなという感じですね、えー。あとはですね、これ僕が聞き逃しただけかもしれないんですけれども、あのー、京都様がですね、ゲームのプログラマー、開発者であって、そのゲームがその社会に影響を与えているっていう設定がですね、えー、原作の方だとあったと 思うんですけども映画の方だとそこの説明がなぜか割愛されていたような気がしまして、えー、そこはどういった意図があるのかっていうのをちょっとこの後調べてみたいなと思いますはい、えー、そんな感じですごい面白かったんで、えー、僕が見たね映画館ではねそんなにお客さん入ってなかったんで、えー、ちょっとですね今からでもぜひ見てほしいなと思います、えー、チャンネル登録まだの方はぜひともよろしくお願いしますありがとうございました